はい、どうも皆さんこんばんは。夜になると元気になっちゃう内田隆です。今日はここ神奈川県川崎市川崎マリエンに来ております。展望室が10階にありまして、360度見渡せる景色が綺麗に見える場所となっております。天気がいいとなんとここから富士山が見えると言われています。しかし今日は雲が厚いので富士山は見れなかったです。あと展望室での撮影のマナーとしては、三脚が使える場所と使えない場所がありますので、あらかじめ確認をして出かけるといいと思います。川崎の工場夜景が一望できるということで、今日はここで展望台から見下ろす夜景を撮影してみたいと思います。それを早速撮ってきます。川崎マリエン展望室、まだ日が明るいので、これ暗くなってきたらね、どん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 工場の明かりがつくので、そしたら綺麗に工場が撮れるということなので、その展望台からの夜景の撮り方の方をレクチャーしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日使うカメラはこちらです。キャノンの 6D Mk2 とレンズがシグマの 14mm の F1.8 エチレイ高橋のおすすめレンズで夜景を撮ってみたいと思います。もう一つエチレイ高橋のおすすめの三脚です。フォトプロの X6CN、 これを使って撮影してみたいと思います。この X6CN なんですけども、太さが 28mm パイ、高さが170センチぐらいまで高くなります。で、一番低くすると 46.7 センチで、4段のカーボンファイヤーで、重さが 1.6 キログラムで、重さが 4.5 まで耐えられるということで、だから一眼レフのカメラと 7200mm の望遠レンズなんかも一緒に乗っかる、耐えられる三脚となっております。重運台もこれねついてまして、この水準計もついてます。これでちょっと撮影します。今日は天気が良くて空が綺麗に出てます。でまだ明るいので、一回、この綺麗な空と海を、ね、撮影してみたいと思います。で、あのキャノンのカメラなんですけど、設定をピクチャースタイル、これを風景モードにすると青空がまたより強調されて鮮やかになるっていう。でこれでちょっと撮ってみます。わかりますか、ね、空がと雲がすごい鮮やかに撮れてます。まずまだ日が明るいうちは景色も撮っておくのがおすすめです。だんだん日が暮れてきました。左側の方には太陽が落ちる感じで赤く出てます。で手前には車が走ってる道路があるので、車の航跡も一緒に撮影できるので、それも一緒に撮影してみたいと思います。展望台におすすめの小道具がありました。これ HD 高橋の7つ道具の一つ、こちらです。忍者レフってなります。室内の光をガラスに反射してしまうのを防ぐ、これをつけることによって写真が写り込みをしないように撮れる。でこんな感じで、レンズ口径大きいので下からつけます。でこういう感じでつけて、でそのままカメラに取り付けます。こういう感じで受けて撮影します。これ忍者レフのなしの場合は、この左上に非常口っていうネオンが映り込んでます。で忍者レフを使ったやつはその光が消えてます。でこういう感じで、このレフ板を使うと使わないというのと撮れる写真が変わります。工場の明かりがついてきました。忍者レフとこのレンズを使って撮影してみます。おー、綺麗だな。これまだこれ明かりがね残ってるので、そう、こういう感じでね、工場の光も映ってきました。ちょうど今のこの昼と夜が逆転するこの街川のこの時間帯が一番撮影するポイントとなっております。はい、だんだん暗くなってきたので、こういうね綺麗になってきました。夜景の撮影の設定の仕方ご案内します。絞り優先モードにしまして、ISO 感度は200ぐらいに低くしました。絞りは8ぐらいにします。基本的に ISO 感度は低くで、絞りは8から11ぐらいのおすすめです。でレリーズをちょっと忘れてしまいまして、そういう場合はセルフタイマー2秒セルフで撮ってきます。で工場の光がねまた綺麗に輝いてきましたよ。で今こう録音してます。大体15秒ぐらいねなりました。はい、こんな感じで撮れました。ほらほら、やっぱり絞り込むことによってこういう工場もくっきりシャープに出るので、やっぱり絞りを11ぐらいまでして撮るのがおすすめです。はい、今度はですねレンズを交換しました。今度は望遠レンズ7200の方に切り替えました。でそれで、工場の方をズームで撮ってみたいと思います。はい、こんな感じで工場
タップに大胆に切り取るっていうね、取り方。はい、あと一つだけ注意点ありまして、三脚設定するときには必ずレンズの手ブレ補正をオフにしてください。オフにしないと誤作動が来ますので逆にブレます。だからレンズの手ブレ補正は必ずオフにしてください。ここもちょっと場所を変えて、道路の車の流れもあるのでそれと一緒に撮影してみます。はい、ということでですね、展望台からの夜景撮影してきました。今回使ったレンズがこちらです。シグマの 14mm の F1.8 のレンズ使いました。撮った写真がこんな感じです。 14mm の画角っていうのがまたすごい。で、周辺光量ももちろん問題なくシャープに綺麗に撮れてます。で、こんな感じで夜景も綺麗に撮れます。 14mm という画角で 1.8 っていうのがもう世界で初。このレンズはまた接写の方も27cmぐらいまで寄れるということで近くでも対応できてます。夜景の他にも星空の撮影なんかもぴったりなおすすめレンズです。このレンズはニコン用、キャノン用、ソニー E マント用で発売されてます。で、もう一つ HR 高橋のおすすめ、こちらです。フォトプロの三脚です。すごく軽いカーボン三脚です。で、なんと伸ばすと1m70cm まで伸びます。 46.7cm までローアングルでいきます。で、しかも4段三脚で最大 3.5kg まで耐えられます。今のミラーレスのデジカメだったり、まあ、一眼レフ、カメラも今小型化になってます。で、その際にトラベル三脚の方を持って出かけた方がおすすめで、で、しかもこういう足が一つ外れます。で、こんな感じで外れますので一脚としても使います。この雲台も外れます。自由雲台になっております。こういう感じでもちろん雲台も付け替えることもできます。軽くて丈夫でアルカスイス5巻のクイックシューも付いてますの で、その他にここは外れますので、スリーウェイの雲台もまだ別で付けることもできます。こちらも HDR 高橋おすすめとなっております。はい、気になるお値段の方、まずはこのシグマの 14mm の F1.8 です。こちらはニコンマウント、キャノンマウント、ソニー E マウント用各3本ずつご用意しました。各3本ずつ限定という形になりまして、ズバリ税込みで164,530円です。続いてこちら高橋おすすめのフォトプロのトラベル三脚 X6CN です。こちら夜景におすすめ三脚です。こちらがズバリ税込みで 27,900 円です。シグマのレンズ 14mm F1.8 と X6CN トラベル三脚、この2本、ご紹介しました。詳しくは佐藤カメラオンラインショップの方からお買い求めできますので、そちらもチェックしてください。また次回も夜景の撮影動画撮ってきますので、ぜひお楽しみにしてください。また次回よろしくお願いします。